文教中学校の学校説明会のお知らせです。1回目が6月13日にね、あるようです。旗の台のね、中学校になりますよね。非常にね、文教中学っていうのは、中堅校でね、熱心な学校ですよね。すごく、学校の先生方もね、すごくね、自習する施設がね、図書館の勉強の学習指導なんか、放課後指導なんかもね、力を入れてる学校ということでね、中堅校、併願校でね、考えの方も結構いらっしゃると思いますし、またこの学校の制度としては特待制度がね、充実しているというところで、特待でね狙っていきたいよっていうね、上位の受験生なんかもね、ぜひね文教中学のね、受験っていうのも考えてみていただくといいのかなと思います。6月13日の学校説明会はオンラインで行われるようです。そしてその次9月5日ですね、この頃にはですね、学校の方で、説明会ができるんじゃないかなという感じで、授業見学なんかもできるようになっているそうです。文教中学の学校説明会、ぜひね、受験生の皆さん参加してみてください。